しゅんちゃんさん、どうも。どうも、ドクチョン TV のですね、出待ち法人です。アルバートオブインパクトサンミロカンテレやないか。カンテレやで。いや、カンテレやで。恐ろしいぐらいカンテレに来てもてるわ。意味がわからん。というか、区役所に駐車場あったんやんけ、ここに。しゅんちゃんさん、走れや。北区役所にも地下駐車場あったんやないか。しかもこっちの方が安いやないか。60分200円やないか。向こう40分200円遠いのに。回ってくれよかったわ。お前、ええ加減にせえよ、ほんま、大阪市。もう大阪市市ね。アルバート・オブ・インパクトさん、人の話機関からそういう目に遭うとし。住民票いつ取るだけで、なんでこんな大変な苦労してんの。じゃあ、マイナンバーカードが使えたらこんな目合わへんかったんちゃうの。いや、その陰謀おかしいやろ。そんな賢くないやろ、あの子。そんな賢くないわ。言うとくけど、あの子そんな賢くないわ。あれだ、あの子やで。あ、言うともた。言うともた。言うともた。ただのとか言うたから。なんて今ナイスボデーと。そう、そうでもなかったで、あれ。ちょっと。どこや。住民票5番や。5番や。5番や。呼ばれてから渡すんだ。そうなんです。申し訳ありません。何人か分からへんな。すみません、5番の番号も見せてください。32人待ち。32人待ちやで。何その32人待ちで。頭おかしいんじゃん。これ機械でできへんのかな。いいわ、あなたっす。機械動いてないな、こっちから。今のうちにこの区役所に聞いてもいいけどな。なんでこれ使われへんの。大阪は窓口で何か話してそう。どういう意味？どういう意味？どういう意味？じゃあマイナンバーカード使えるかどうかをどうやって調べたいの？待つしかないのか。あっつ。
間にファミマであのやってみようか。取れたら笑うで。ファミマで取れたらびっくりすんで。あそこのローソンだけがあかんかったんかいみたいな。この間にファミマで楽しみよう。ファミマでもやってみてあかんかったら、このカード自体か、カードの中身の俺自体に問題があんねやろうけど。マジながら運転すんなボケ。死ね。どこやねんコピー。使っとるがね。やせえよ。めっちゃ時間かかりそうこいつ。自転車のところ行ったくな。お、今週のヤングマガジンは西野七瀬やな。あかんかったんか、どういうこと。もう30何人待ちやから、隣のファミマにマイナンバーカードが使えるかどうかを見に来た。早くして。使い方分かってんのかな。めっちゃトロいねんけど。せや。絶対分かってないな。それはあかんやん。電池なくなる。これ待ってる間に区役所呼ばれんじゃん。さすがに30人は無理やで。
すぎるわ、無理だわ、待ってられねえわ。ここに入ってる画像データ全部焼いとるで、こいつ頭おかしいんじゃん。終わる気配ないわ。ずーっと印刷してるもん。しかも電話しながら。バカなのあれ。あいつバカなの。そんな作業はコンビニでやりゃどういうこと。そんな作業はコンビニでやりゃ、だからコンビニやってんじゃないの。どういうこと。あれバカだわ。待ってられないわ。もう信号渡ったら向こうのセブン行けばよかったわ。それぐらい時間あったわ。カリカリ君。お姉ちゃん可愛いな。可愛いな。デートしません。この後デートしません。バカそうやろ。バカそうやった。っていうかあの今お姉ちゃん一人やった。あの姉ちゃん可愛かったよ。ちょっと待って、これ役所さえ待ってなかったら何番組は。俺何番やね。役所。364。今何番？今何番？まだまだやん。あと25番。あと25人もおる。まだまだセブンイレブンいけるぞ。これは全然セブンイレブンいけるぞ。さっきの帰りの姉ちゃん、さっきの帰りの姉ちゃんどこ行った。さっきの帰りの姉ちゃんどこ行った。さっきの帰りの姉ちゃん一人でとぼとぼ歩いてた。お姉ちゃんどこ行った。あ、もうどっか行ってもらった。わあ、もう第一国、あ、第一国はいいのよ。ゆっくりでいいですって言われてるから大丈夫。言ってやるから遅れる。さっきのお姉ちゃん消えてもうたやん。ああ、さっきのお姉ちゃん消えてもうたやん。マジかよ、一人でトボトボ歩いたお姉ちゃんどっか行ってもうたやん。次のやつに問われてるじゃん、ほんと。マジかよ、次のやつに問われたし。あいつのせいで大阪一人で歩けない、どういうこと。こいつはコピーやから早いやろ。何もかんもがダメだ。こいつコピーだけでやるのすごい時間かかりそう。まあ、今週のヤングマガジンの表紙は、西野七瀬ちゃんです。こんな子可愛いな。こんな子悲
女やったらな。ただのコピーやのにめっちゃ迷ってんねんけど。ちょっと待って、ただのコピーやのにめっちゃ迷ってんねんけど、俺はどうしたらいいのこいつ。ほんまもうアホしかおれへんねん、コンビニ来るやつって。なんなんこいつら、なんか下見てるで。おい、さっき戸惑ってたやつが真横に来てびっくりした。さっき手戻ってたやつが真横に来てびっくりしたんけど、こいつ。お前が遅いからわしイライラしたんちゃうか。終わったか。早くどこ行け。早くどこ行け。ええか、どけって。終わったらどけや。ええから終わったらどけや。なんで終わったのにまだおんのこいつ。なんなのこいつ。終わったら飲みとらへんやんな。アホなの。いらっしゃいませ。腹立つわ。やっぱご利用いただけないカードになってるわ。俺のカードがあかんねやわ。マジで俺のカードがあかんねや。なんでなん。どうした俺のカード。何が起こったん。俺のマイナンバーに一体何が起こったんや。どういうこと。怖いねんけど。俺のマイナンバーカードに何が起こったん。磁気不良、磁気なんかな。これ IC やで、言うとくけど、これ IC チップ入ってんのよ。壊れたんかな。恐ろしい。やめてもうほんまに。まだ俺区役所行かなあかんじゃん。俺めんどくさいわ。結局ここで待っとかなあかんねんな。まだ充電器ないし。俺が今かわいいって言ったの、女の子が思いっきり聞こえとったけど。367。これなんぼ380なんぼやで。まだまだやん。車やったからさ、出歩く予定なかったから行けるかなと思ったらさ、なんでこんだけでおってこんな時間かな。バカなの区役所っていつも思うけど。3パックやから、今3、6杯やから、あと21人待ちやから。俺21人待ちやから。何かお求めですか。はい、何かお探しですか。ああ大丈夫ですよ。はい、あ、ね、はい、今日ローソンとファミマでこれ使えなかったんですけど、はい、どういうことなんですかね。いつもコンビニで取ったんですけど
今日だけ使えなかった。今日使えなかったんです。で、ローソン行ってもそこのファミリーマートがダメだったんで、多分これがわかんのか、中身がわかんのかわかんないんですけど。今、ご申請をされてる途中ですか？今からそのところ、はい、その時にこれも一緒にご提示いただいて、ちょっと、出せなかったんだけどっていうので、時期がおかしくなってないかどうかっていうのを確認してみてください。絶対ではないんですけど、はい、例えば何かの、大阪市 の、 本体がおかしくなっているのか、はいはあ、コンビニの方がおかしいのかっていうのはちょっと何とも言えないので、でもローソンとファミリーマート両方であかんかったから、こっちがあかんと思うので、それかもう、はい、そのカード自体、カードの時期自体なのかもしれないので、あ、わかりました、すいません。はい、電池ないわ、電池がないわ、 19% しかないわ配信ができないわかわいい、かわいい、かわいい、そうやろ、そんないい加減なカードを作らされてんの。やめろ、やめろ、まあ、ペチャパイやけど可愛い。ごめんなさい。まだここから20人待たなあかんねんけどまだ20人待ちやねんけど、20分経って10人ぐらいしか減ってへんねん。どんな遅さや。なんで南市や、南市関係ないやん。むしろここは北市や。曽根崎じゃないでしょ。曽根崎はまだ大阪へ向こうの方へ。ここはどっちか言ったら大淀、大淀でもないな、大淀かな。案内係2人いらんやん。そうやったら事務処理するやつ増やせよ。証明書発行人数も遅いんか知らんけど、その前に証明書の受付人数おかしいやろ。3人持ってなんで回ってないの。多分おかしいんじゃん。ここもパソナカードを自宅してんの。扇町は曽根家、曽根家。あ、そうなの。まだ20人の難解は、難解はもう30じゃない、これ4時になるよ。偉そうに踊んだおっさん。ちょっと裏で礼儀しとこうか。
まったで。一個も吸えへんなってんけど。もう2分しかないのに電池 16% しかないのに、どうしたんやこれ。あと20人やってもトロいわ、ほんまどんだけトロいな。忙しておけて、場所が来る。ああ、なんやろな、あの新地の中金もそんな感じやった。何々所と何々所でなんか代わりべったん来とった。あいつらなんなん？マジで。ちょ、3度9から1個も増えへんねんけど。止まってんのこいつら。あのババアでも止まってんの。もう電池 15% しかないって。切れる切れる切れる、マジ切れる、終わってまう。どういうこと？こんだけやっててこんだけ進んでても全然人間減ってへんし、待ってるやつ一人も減ってへんからな。どういうことなの？全然減ってないんだけど。これあれちゃん、春でなんかパンクしてて使われへん言うてんじゃん、コンビニ。誰かネットで調べてみて、コンビニ住民票パンクみたいな。そんな感じでパンクしてんじゃん、前。やっと370になったで。一人住むのに何分かかった？今6分ぐらいかかったと思う。あと20人ってことは20×6分、2時間かかるやないか。たまかしいんか、お前。せや、さっさとせや、さっさと。